皆さん、こんにちは。はい、今日は、ここは私のお部屋なんですけど、最近ね、まあ前の事務所退社してから、引っ越しをしまして、これまでは、寮に住んでたんですけど、新規一点引っ越しをしまして、まあ住んではいるんですけど、まあこれから YouTube とか発信をしていく上で、まあ自分のお家からもね、まあやっぱまだなかなか外にこう出たりとか、こうできない状況も続いてくるとは思うので、こうお家をね改造して、可愛くおしゃれな家にできたらなと思ってるので、今日は変わっていく模様の動画を、撮りたいなと思います。皆様にお届けしたいなと思います。結構リアルで、今までこんなリアリティあふれる感出したことないですけど、まあ皆さんもね、もしかしたら新生活これから始める方もいると思うので、何か参考になればいいなと思いますし、その全貌が出来上がるまでを楽しんでもらえたらなと思います。じゃあそれじゃあ片付けつつ、大改造していきたいと思いまーす。はい、じゃあこれがビフォーの私のお家です。ここは、まあ、一応レコーディングブースっていうか仮のレックが取れるように、ここに本棚みたいなのを置いて、これは机、めっちゃ便利なんですよ。開けれないけど、ここに入れれるとこがあって、ここもあって、めっちゃまあパンパンに入ってるんですけど、で、この端はウォーターサーバーを置いてます。ウォーターサーバーは多分キッチンの方に移動します。これは八作のおもちゃ箱で、これがテレビ台です。あとはベッドも多分一式変えます、きっと。で、ここのスペースにテレビスタンドを置いて、テレビを移し替えるかなって感じです。すごい、もうここら辺がガチャガチャしてるから多分一番変わりそうかな。はい、で、こっから変えていきます。はい、荷物がこんだけあります。すごい、マジ 1,2,3,4,5,6,7,8,9、開封動画から始めていきたいと思います。結構な戦いになりそうですけど、頑張ります。どこのとかは開けながら言っていくので、皆さんチェックしてみてください。はい、じゃあまずはこの箱から開けます。これもザラホームで買ったやつです。はい、じゃーん、ザラホームで、これは椅子ですね。じゃーん、はい、丸椅子、机に置く用の椅子です。次はこの段ボールいきます。これは何だろうな、開いた、すごい、こうやってなんかめっちゃ頑丈に、めっちゃ頑丈に死ぬ、早速がびっくりして、これなんかすごいちゃんと頑丈に包んでくれてるので、また箱が出てきました。あ、これは軽い。これクッションか。さあ、今、後ろでたくさん手伝ってくださっているのは、スタッフさんが今日はもう、本当に大掛かりで、もう大工事なので大変なので、手伝いに来てくださっております。これなんだ？これは、ランプです。これもザラホーム。ランプ、これね、まあ上がつくんですけど、さっきのランプの上、これがついてこうなります。大きめ、結構大きめかも。はい、次はこれです。これは多分リビングに置く石の机かな、重い気がする。おー、こんな椅子です。椅子じゃない、間違えた、机です。
白のちょっとねこういう感じ、素材はちょっとザラッとした感じなんですけど、結構ね重いしっかりめな、あでも動かすのはすごい簡単な机です。これもザラホーム、あこれはねクッションたちです、ベッドに置く用の。はい、これがクッションカバーたち。このまあ私カーテンも結構薄黄色とかなんで、こういうテイストの感じで揃えました。これはファーファー、ファーファーのクッション用のカバー、かわいい。でこれはちょっとベッドの上にかけるような、まあブランケットっぽい感じ。これもクッション、これが1個目に開けてたやつで、これが2個目に開けてたやつ、大きさがちょっと違うかも。これはベッドカバーたちです。ベッドカバーとシーツ、おシーツ。いやーよいしょ。はい、次はこの棚、かわいい。これここに香水とか、こうさっきあのテレビ台の上にあったような小物ちゃんたちを置いて、こう端っこにポンってこう見えてる、かわいい感じのデザインです。これかわいい。植物いっぱい入れる鉢、鉢です。中からマグカップ、はい、これもグラス、かわいい。はい、これは鏡。じゃーん、これは発作のお水入れです。はい、じゃあ片足入れつじゃん、こちら小物を入れとくかな。はい、じゃーん、花瓶、花瓶です。大きいお花とかいっぱい入れたいな。あ、これもさっきと同じお皿です。これもマグカップ。キャンドルです。おい、はい、これもキャンドルです。さっきのお皿と一緒に置きます。今からこの最後の砦、この椅子開けます。これ気持ち、キャー、床がすごいことになってる。おすごい、椅子ってこのまま入ってんだすごい、見てほら、椅子ってこのまま入ってくるんだ。それはでかいわな。うじゃー、あんなでかい段ボールに、まあそうだよね、これ入るね。これがメインとなる椅子です。もこもこなんです、もこもこな感じで結構大きめ。この椅子に座ってメイクしたりとか歌歌ったりとかすることが多いと思います、今後。 OK、 はい、これもありました。これはこれもザラホームなんですけど、じゃんじゃじゃんじゃじゃん、はー、この鏡もザラホームでーす。いやー、かわいい、これほら、かわいい。映えスポになりそうな予感。はい、
ということで、まあね、棚とかテレビ台とかもあるんですけど、組み立てなきゃいけないので、組み立てた後に、紹介したいと思います。とりあえず開封動画全部開けて、まあ小物とかお皿とかは、まあ多分今後も出てくると思うので、そこはまたちょっと細かくどういうデザインとかは見て、一緒のものがいいなと思ったら買ってください。チェックしてください。はい、ということで一旦途中経過です。ここになんと棚が出来上がりました。本棚がで、ここが、まあ、この机がやっぱねスペースが取るので、この机をどうするかまた後日要相談って感じなんですけど、まだちょっと結構ごちゃごちゃしてるんですけど、このテレビ台だった棚を普通の棚にしてこういう感じでやってます。そしてテレビ台ボーン、やっほーって感じ。すごい。てな感じです。テレビ台、ここにファーブも置いて、スピーカー、DVD、レコーダーと、下に配線もあって。あー、テレビでもめちゃくちゃいい感じかも。ね、このベッドたちはまだまだぐちゃぐちゃなんですけど。ね、あいちゃん。クッションの上だね。あいちゃん。まあまだ途中経過なんで。今日はこの後ですね、ちょっと、予定があるので、中断して行ってきまーす。かい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 、バイバイ。乗ってきた。おはようございます。日にちが変わりまして、今日はこれからベッドメイキング、これ今置いてあるのはクッションなんですけど、もう全部カバーとかも一式変えて、クッションとかも置いて、ちょっとおしゃれなベッドにしていきたいと思います。今日はその模様を撮っていきまーす。はーい、ということでベッドが完成しました。イエーイ、いやー、いい感じのベッドになりました。発作もやったやったやった。はい、こんなおしゃれなベッドに仕上がりました。最初からこうしとけよって感じですけど。生まれ変わりました。黄色とかもあってかわいい。これがお気に入りです。もふもふ。でも発色は多分、このクッションが、のここがお気に入りです。ほら、こんな感じで。ちょっとは、女の子っぽくなったと思います。イエーイ！はい、ということでちょっと電池が切れちゃったんで携帯撮ってるんですけど、お部屋が完成しました。イエーイ。はい、ということでじゃあちょっとずつ紹介します。こちら、これはベッドです。ね、この一番頑張ったテレビ台、すごい。テレビスタンドだね。テレビスタンドってこんなに便利なんですね。すごい楽。で、クッションとかも
全部もうこのカバーも全部ザラホームです。痛い。はい、続いてこちら窓側の、これはもともとテレビ台だったんですけど収納棚に変えて、このランプも花瓶もザラホームです。全部ここ可愛いかな、結構おしゃれスポットで、あややんのブランドのバームのお香立てです。これはじゃん、この机可愛い、ここが多分一番ね撮影スポットになる気がする、可愛い。そして植物も置いて、この鏡、いやー可愛い、この鏡、こういう鏡欲しかったすごい、こんなに生まれ変わりの、あ、発作がいる、かちゃーん、あ、来た。はい、で、これは小物入れですね。まあ、香水とかアクセサリーとか、いろいろ入ってます。で、まあ、このデスクにもね、こうやって本棚をつけて、まあ、ここはでも基本作業デスクになってくるので、まあ、ここですね、問題は。これは、まあ、また後々ゆっくり、いろいろできたらなと思ってます。すごい、本当に生まれ変わりました、お部屋が。うわー、すごい。生まれ変わった。生まれ変わりました、皆さん。すごい、ちょっと女子っぽく可愛くておしゃれな部屋になりました。物がすごい減った。ということで、ゆずなのお部屋大改造、以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。まあ今後はね、このおしゃ画角で多分お送りすることになると思うので、皆さん、次の動画をお楽しみにしててください。